こんにちは、まむろみどりです。今回は観葉植物の植え付けをご紹介します。今回は、ベンジャミンですが、斑入りのタイプで、コンパクトなタイプのものを植え替えていきたいと思います。ポイントは植え付ける培養土の種類と、あと置き場所になります。それでは植え付けていきます。鉢底にはネットを、市販のものでも何でも使えるものを置いておきます。で、最初に入れる土の高さなんですが、ウォータースペース1センチぐらいを目安にすると、だいたいこのぐらいを軽く入れておきます。今回使っている培養土は、市販の観葉植物用の培養土を使っています。水はけの良いタイプになっています。そして、元肥を入れますけれども、マグアンプ系の大粒ですね。だいたい 10g ぐらい、5号鉢に 10g ぐらい入ります。ポットを外します。観葉植物は比較的生育に時間がかかっているというところもあって、使われている土が古い場合がありますので、なるべくできる限りでいいので、土を落としていきます。丁寧に、根があまり傷まないように。株元の表面の土も苔とかが生えているので、そこもきれいにホコリや、枯れた葉っぱなどが溜まっているので、丁寧に落としていきます。棒などを使ってもいいと思いますけれども、よく落とします。古い土がこのぐらいまで落とせたら、植え付けていきますが、沈み込みすぎないように、ここの株の中心が、1センチぐらい下になるように固定して持っています。そして土を周りに足していきます。土がだいたい入れ終わったなと思ったら、また長い棒で続きますけれども、株をしっかりと手で押さえながら、長い棒で、下の方にまで、根と根の間にも土がきちんと入るように、左右に動かします。今回は根をよくほぐした後なので、植え付け後には根の活着と促進のために力出す層を必ず使ってください。そして灰色をきれいに保つために、このプロミックを置き火として2粒ほど、対角線上に、置いてください。置き場所は直射日光の当たらない明るい場所で管理をしてください。そして、お水なんですが、土の表面が乾いてから3日ぐらいしてからたっぷりとあげます。そして受け皿に水をよく切ってから戻しますが、この時に水が受け皿にたまらないように管理をしてください。今回は基本的な植え付け方をご紹介しました。皆さんもぜひ楽しんでみてください。